全体的にはね、すごく調和がよく取れてる。あ、すごくよくまとまってる。だからハーモニーがいい。ハーモニーはいいんだけど、リズムとタイミングがを調整してやるともっと良くなる。啊，他说那个这个弦乐的那个节奏很漂亮，但是呢，就说那个这个出来的这个节奏啊，还有这个时间呢，他给你弄一下。でも、いい音だね。でも、あの、調和がいいね。まずは調和がよくできてる。今、こう、2つ、3つ、2、3曲聴かせていただいた音の感じは、ちょっと低音を力強く、ぐっとこう、引き締めたいという感じでは、僕も同じ気持ちだから、それは、これから、最終的にやりますと。ね。これの角度はこのままで、これの前の面がここへ来るように、一緒にこう少し動かしましょうと。ここに打ち、主要的问题是减少了。 OK， 肯定有区别的，区别是有的，音量要控制同样的。哎，就是刚才开始刚才的音量。你坐，不要紧箱が木でできて、そしてこの木の箱もね、響きにわずかに方向性があるのよ。もうこの地球上で引力がある地球上で作ってる限りはどうしても引力の影響を受けて、あるいは木が成長するのも太陽のエネルギーを受けて成長する方向が年輪も変身して南が大きく育ったりするわけ。そういうことで、響きの方向性が少しこう違うんですよ、それぞれのスピーカーで。それを今聞いて、このスピーカーは全体にこちら側響きが強いんですよ、中へ。でこちらのスピーカーも偶然に中へ強いんですよ。だから真ん中に集まる傾向があるの。だからこれの外の広がりはこの今の置いてる状況だと外がないんです、音が。真ん中にグッとこう集まったような鳴り方ね。だからこれは左と右をスピーカーを入れ替えてやったらうわーっとなる。再进去。等一下。
轻松了很多，不紧张。但是要一样的线的。也就是大家硬唱，操越大的地方越直越好。哎，对对对。これが調和が取れた状態。あの低音のエネルギーと中音のエネルギーと高音のエネルギーが3つが1つになって溶け合ってる状態。これが音楽のアンサンブル。